浅田真央の結婚相手候補、1位は羽生結源じゃなかった。中国メディア、2017年4月19日、東人編は記事、浅田真央、理想の結婚相手は羽生結源は2位、1位はあの人だった、を掲載した。長年に渡り世界のフィギュアスケート界を牽引してきた浅田真央さんが引退した。 日本では彼女のセカンドキャリアと今後の恋愛に注目が集まっている。姉の浅田舞さんによると全く恋愛経験がないとのこと。確かにこれまで一度もスキャンダルを報じられたことがない。ある日本週刊誌が50歳以上の男性200人を対象に浅田真央さんの理想の結婚相手は とのアンケートを実施したところ高橋大輔さんが羽生血源さんを抑えてのトップとなった。他にも大谷翔平選手、松山秀樹選手、小泉慎次郎議員などが上位にランクインしている。浅田真央さん自身は自分より年上がいいと話した。上限は35歳とのこと。浅田真央さんは現在26歳だけにチャンスのある男性は多い。 浅田真央さんは子供時代からトップ選手として活躍してきたため、お父さん、目線で彼女の将来を心配している男性ファンが多いようだ。誰と結婚するにせよ、幸せになって、マウスマイルを保ち続けてほしいと皆が願っている。翻訳編集、増田総太郎。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。 チャンネル登録をよろしくお願いいたします。